株式会社石田は、京都府京都市左京区に本社を置く、主に業務用の軽量、包装機の製造販売を行う企業である。主に自動軽量機とその周辺機器類の製造販売を行う。軽量機類メーカーの中では、国内最古産メーカーの一社としてその名を知られると、共に、はかりの石田と呼ばれるように、業務用軽量機器でその強さを誇る。 各分野にシェアを持つ中で、特に食品生産ラインでのシェアは70%以上に及ぶ。長年培った軽量技術をコアとして、軽量から放送、検査、表示、箱詰め、情報ネットワークまで全て自社製品による一連のシステム提案を得意としている。これにより、主力の食品から農産物の出荷、産業用まで幅広い分野での課題解決を、 一貫して支援できる。国内外に決算連結しているグループ社が30社あり、国内外問わず食の安全、安心、省力化、精進化のニーズに対してグローバルに製品展開している。創業当初から軽量機を主力製品としてきたが、近年では軽量、包装、検査、値札張りなど一連の作業機械や各種軽量、 生産管理システムの製造など物流分野への動きも強まっている。2016年には製薬や病院向けの医療、医薬事業において外来患者案内システムを開発、納入しており、医療、医薬事業への参入と強化を図る。かつて社名変更時には同じ性であることから石田光を同社のイメージキャラクターとして起用していたことがある。京都の FM 局、 アルファーステーションの番組、アルファー、マンスリーカラーズにて2010年3月まで単独スポンサーを務めた。現在は JAC トップ40のスポンサーのほかスポットでラジオ CM を放送している。また1990年代後期から2000年代中期にかけて大阪の局 FM 局 FM802 で当時昼の時間帯に放送されていた。 フラワーアフタヌーン内でラジオ CM を放送していたこともある。最近では年末を中心にスポットで2012年年末からおすぎとピーコ、2013年年末から国章さゆりと稲川淳二、2014年年末から内田優也を起用したテレビ CM を放送している。また2018年以降は毎年9月には単独スポンサー番組として ロザンの死が9が、琵琶湖放送にて放送されている。なお同番組では、予選会を、石田氏が事業所にて行い、その模様も放送している。また、この番組が縁で、琵琶湖放送では、土曜を中心に石田の CM が放送されている。ありがとうございます。